中村富士一9月から1945年12月7日は日本の実業家、元日本政府代表取締役会長、長崎県出身、長崎県立長崎中学校を経て、1899年高等、商業学校保健科専攻部卒業、三井物産入社。三井物産では本店から物が主任、大阪支店次席、 神戸支店長、本店営業部長等を歴任した。1928年には、経営不振が続いていた、日本製粉の鈴木商店所有株式が、三井に渡り、それに伴い同年から、日本製粉代表取締役専務取締役に、月経営に当たった。公認の三井物産営業部長には、向井忠春がついた。安川雄之助が、三井財閥から退くと、 1936年に日本製粉取締役会長兼代表取締役専務取締役に就任した。1940年全国製粉協会理事、全国製粉配給取締役、日本製粉取締役会長。1941年日本製粉相談役。妻竹は衆議院議員や大重銀行頭取を務めた佐竹作太郎の長女。 長女しは、ライオンゆし、第二代社長、小林虎次郎の妻。三女被災は、元日本銀行総裁、宇佐美ひ氏の妻。中村と一、朝日新聞、1945年12月11日、2面。中村藤和氏、毎日新聞、1945年12月13日、2面。ABC 日本政府分会長中村藤一、 61、時代を背負う、在海人東京商科大学卒業生名簿。昭和16年5月末日現在、国立国会図書館、デジタルコレクションハット ABC 中村富士一人事更新録データベース日本製粉を、三井の手で経営。鈴木の持ち株を肩代わりし安川市社長。就任東京朝日新聞1928.1、25、日本製粉。 日本製粉株式会社70年史、渋沢社史データベース日本製粉、日本製粉株式会社70年史、渋沢社史データベース、中村統一、人事更新録、第13番下。ありがとうございます。